こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リアルです。はい、今日は1月の17日かなの月曜日です。で、これから仕事に行くんですが、そう、それのために着替えるんですが、明日ね、歌舞伎を見に行く予定なんですよ。そう、そういうね、イベントがあって、歌舞伎を見に行けたらいいなとは思ってるんですけどね。っていうのが、そう、最近のウイルス騒動で結構ね、私の住んでるところでも広がってるみたいだし、都内はもっと広がってる、東京都内は広がってるっていう話なので、ちょっとまあ様子見て、行けたら行きたいくらいで、まあ家族会議の結果そういうことになったので、まあね、私は行くつもりではいるんですがっていう、ちょっとね、ちょっと不安の残る中で、ただね、明日の歌舞伎に向けて着物を着る練習をね、しておきたいなと思いまして、はい、で、今羽織ってるのが正絹の長襦袢という感じです。ちなみに下には普通の肌着と、月下美人さんの着物の肌着ワンピースと、あとね、腰にね、ちょっと申し訳程度に補正を入れてありますっていうのと、髪の毛もね、本番どんな髪型でいけばいいのかよくわからないんですが、まあ、結局これになりそうだなっていう、まあ、なけなしのね、整髪料をとりあえずつけたっていう状態っていうので、はい、行こうと思います。髪の毛ね、結べる長さがないからもうどうにもならないんですよね、これね、っていう状態です。はい、というわけで、長襦袢から着ていこうかなと思います。特に正絹の長襦袢は結構滑って、その滑りで、なんていうの、前に詰まってくるっていうことが多い気が私の体感ではするので、エモもね、いつもよりちょっと気持ち多めに抜くことによって、この前後のね、襟の重みのバランスで、そう、結構今ね、襟が分厚くなってるので、もともと地襟を補強してあるやつに、さらに薄い襟芯を1枚通して、かなりね、しっかりしてる襟っていう状態になってるので、まあこれでね、重さも出てるから、エモを抜けばある程度のところで安定はしてくれるのではないかという感じですね。で、まあオーバー3分の2トップぐらいの感じでいつも通り乗せて、で、そう、とりあえず今日はね、このいつものスズロベルトで留めてみるけど、本番もし微妙だったら太い方のスズロベルトに変えるかもしれない。なので今日とりあえずね、これで様子見てみようかなと思います。どんなもんかね。で、気持ちちょっといつもより強めにつけてみました。スズロベルトって言ってもそんなにかな、そんなに引っ張ってもないな。はい、で、背中に補正が入ってるのがね、なんかあったかくていいね、これはい、というわけで長襦袢はこれで切れました。これでいいのかな。結構なんか正絹の長襦袢着るときに、いろんなその着方の動画、先生方がやってらっしゃるやつを見たりすると、なんだろう、なんか本当に紐一本で簡単に切れますみたいな感じで、でもすごい綺麗ですみたいな感じでやってる動画と、もうしっかりなんか紐をなんか2、3本かけてやりますみたいな、後輪ベルトも使えますみたいな動画もあったりして、わかんないですよね。まあ、私は楽な、簡単で楽な方がいいので、とりあえずこのスズロベルトだけっていういつもと同じやり方にはしてみましたが、ちょっと様子見ですね。仕事行くので、まあ、ある程度歩いたりするので、それでね、様子見ようかなと思います。はい、で、着物なんですけど、一応本番着ていく予定としては、このね、椿の小紋、これ動画で見せたの多分ちょうど1年以上前ぐらいなんですけど、そう、このね、八角がめっちゃ可愛いピンクの椿の小紋を着ていく予定なんですけど、今日仕事に行くのに垂れ物だと、まあ、小紋とは言ってもちょっとね、ツヤツヤしすぎかなと思い、今持ってる紬を着ていこうと思います。
ただね、この人ね、紬とは言っても付け下げなんですよね。付け下げとは言っても前身頃と、前身頃っていうか左前の前身頃と、あの襟のところにしか絵が入ってないので、もうほぼ紬みたいな感じでカジュアルに着れるだろうっていう。あと仕事行くのに名古屋帯締めるの時間的にも厳しいし、今はちょっといいかなっていう気持ちなので半幅帯で行きたいっていうのもあるのでね、今日は紬にしようと思います。ほら見てくださいよ、こんなのリハル持ってたっけって思ったでしょ。今持ってなかったよ、こんなの買ったよあのね、これは前回ほら、新春お買い物紹介動画を作ったじゃないですか。その時に、三部紐を夫からもらったお小遣い、お小遣いっていうか、お年玉で買ったみたいなことを言ってたんですが、そのお年玉の残りでこれを買ったという、そういうことですね。はい。お年玉が残ってたから、いいんだよ。いいのか?ね、大事に取っとけばいいのにとか思いつつね。いやー。でも買っちゃうよね。千鳥可愛かったんだよな。しかも可愛いんだけど、なんか付け下げなんだけど、全体としてはまあ地味な感じでまとまっててくれてるのでいいかなっていう。で、なんであえてこの本番の練習といってこれを着るかというと、よいしょ、まあ多少地味にしたかったっていうのもあるのと、あとは広襟で合わせの着物だから、まあ、柔らかものはね、もっとたれたれしてくるので着にくさ、いつもと違う感じだから着にくいっていうのあると思うんですが、とりあえずね、これぐらいからウォーミングアップじゃないですけどやっとこうということでね。本当はね、事前に何回かねこの子を着て練習しようと思ってたんだけど、気づいたらねもう明日になってて、いやびっくりしたね、本当にあっという間だったね。もうなんか1月入ってもあと2週間ぐらいあるやとか思ってたんですけど、結局直前になってねコーディネートとかも決めるっていう、そういう感じで、とりあえずねこう広襟っていうのに今日は慣れるっていうのが目標かな。あとは、まあ、この紬の着物表面は割となんていうの、節のある糸で織ってあるのでツルツルはしないんだけど、中にね使われてる胴裏八掛がまあ、割と滑るので、そこら辺で滑る着物っていうのをちょっとね味わっておこうっていうのと、あとねこの着物今ちょっと襟の幅で調整したからそんなに気にならないけど、ちょっと雪がもうちょっとあった方がいいかなくらいではあるんですがっていう、そういう感じです。で、よいしょ、ていきましょう。そこのね、広襟だとこう広げた時のこの襟、ここの持ってる襟の幅がいつもとね全然違って感覚が違うんですよね。大丈夫かな。よし、まあ見丈もそこそこあったから多分ちゃんとギリギリで合わせればいいのかな。で、付け下げとか着る時って前をあんまり裾をすぼまりにしないんだっけとかね思いながら、まあいつも通りな感じでちょっと気持ちイメージしつつ、まあ結局一緒だねぐらいで合わせてみましたが、しょ、さあどうかな。でね、明日ね歌舞伎行くとしたら、行くとしたらもちろんその電車の時間とかも調べてるんですけど、やっぱりね私が住んでるとこ田舎すぎて結構早く出なきゃいけないんですよ。9時前とかの電車に乗らなきゃいけなくってそうなんですよね、9時前かっていう感じなんだけど、まあそれはねもうしょうがないよね。ちゃんと待ち合わせ時間、集合時間にね遅れるわけにはいかないので、これでも集合時間、まあギリギリではないけど本当ちょうどいいくらいのあれなんですよね、時間配分なので、当日の朝の準備をいかに手早くするかっていうのが本当大事だし大丈夫かな、結構ね今不安です。この垂れ物の小紋をちゃんと着れるか本当心配。あ、補正入れとけばいけるでしょうとか思うんだけどね、腰に一つ入るだけでかなり感覚が変わってくるので、
腰紐とかも結構あのギチギチに締め上げても苦しくならないから、もうこれでもかっていうくらい締めて、あの絶対に大丈夫っていう風にしとこうと思ってます。大丈夫かな。今んとこあれだね、長襦袢、ちょっとねこっち側に鏡があるんでこっちで見てるんですけど、長襦袢のエモン、そんなめちゃめちゃに詰まってくるってこともないね。よかったよかった。で、あんまりねこの着物の襟を沿わせるときにこう前に引っ張っちゃうと、それだけでさエモンってすぐ一瞬で崩れるから困りますよね。で、この前を合わせていくっていう感じで、いやー広襟なんて着るの久々だから本当に無理無理とか言っちゃダメだけど、あとは歌舞伎行く時って襟合わせもうちょっとこうあの半襟の見える範囲細くした方がいいのかなとかね、なんかよくわからないけどそういうの考えますよね。パチ襟の時とやっぱ全然違うし、証券のしかも合わせの着物だからマジでマジでいろいろ手こずるな。やっぱ後輪ベルトとかあったらいいのかな。いやでも私はなしで着るぞ。でどうしたものかな。本当はというかいつもならここでもう伊達締め一本で止めちゃうんですけど、私前この子着た時に胸紐してから伊達締めした気がするんだよね。なので今日も胸紐します。はい、この可愛い千鳥の紐でします。これでねしっかりなんかすごいあの指のところがささくれ立っててなんか布に引っかかってすごく怖い。よいしょ。ここで多分襟をある程度固定というか決めて、でこの広襟がねちゃんと下まで折り上げるの難しいねっていうのと、こんな感じかな。これでまあまあまあ大丈夫でしょう。まあまあこんなもんだよ。紬の時点でこんだけ手こずってると、コモン着るときってどうなっちゃうんだろうってなりますね。よいしょよいしょよいしょ。胸紐ってこんな下だっけ？もうちょっと上で留めた方がいいんじゃない？まあいいや。いいやいいや。よいしょ。とりあえず、一旦留めて、で、伊達締めをするって感じで、今多分ね、締めた時に、背中がね、そう、割とくちゃくちゃになってるから、そのシワを、多分ね、一旦伸ばしておいた方がいいんだよね。伸びないね。難易度高いな、ほんと。よいしょ。一重の紬を2枚重ねてきた時よりもちょっと熱くなってきたから腕外そう。2枚の紬をね、あの、一重の紬を重ねて来た時よりも合わせの紬着る方が断然難しい。これ、まあ、サイズ違うからっていうのもあるとは思うんですけど、いやそれにしたってね、なんなんだろうねこの難しさは。で、私は個人的にこの今すごい格闘してるんだけど、この背中のねシワをできるだけ取っておきたいっていう風に思うタイプの人で、単純にね見た目がっていうのもあるんだけど、しかもちゃんとそれをやっといた方が後々の着崩れにくさっていうのにも多分やっぱりつながってくるので、よいしょ。
なんかモコッとするよな。その後々のね、着崩れにくさっていうのにもつながってくるから、ここはね、念入りにやっときたいっていうふうに思うんだけど、ただね、その後の、なんていうの、天使の羽みたいな綺麗なタックじゃないけど、これが、線がここに出る、なんか美しい着付けの人いるじゃないですか。それがね、できなくて、まあ、しょうがない、と思って、もう脇にとりあえず私は寄せればいいくらいでしかやってないんだけど、とりあえずね、背中のシワだけは取っておきたいっていう感じ。そしてなぜか、下前だけがずれる。はあ、難しいですね。ほんと。襟止め使おうかな。ちょっと考えるよね。よいしょ。こんな感じかな。ここまで来たらもういいでしょう。今日はとりあえず。よいしょ。仕事行くだけだし。で、今日一番大事なのは、仕事に行くための電車に乗り遅れないことなので、ちょっとほどほどにしておきます。すいません。で、胸紐の状態である程度整えたら、もうあとはもう伊達締めは添えるだけっていうか、押さえるだけって感じだね。なるほどね。で、なぜか、この襟の左右が違う。こう、右だけ違う、右じゃない。左だけ落ちてくる。なんでよ。長襦袢着るときになんか、あれだったのかな。難しいな。長襦袢だけ襟止め使うのもありだな。そして、こう、伊達締めしたときの、紐の、余り方が全然いつもと違う。やっぱり背中に補正が入ってるとね、厚みが出ますね、体に。どうこんな感じで、背中ね、なかなかね、いかないね。よし。まあいいや、今日はこんなもんでしとこう。顧問で、まあうまくいかなかったら、それはそれでだな。もうね、これだけ毎日着物着て生活してると、その、自分の着付けが上手い下手とかじゃなくて、もう本当にそういうの関係なくて、ただただもうただ着てるって動けてるからいいじゃんっていう、そういう気持ちになってくるんですよ。なので、別になんか、たとえ何か指摘されることがあったとしても、いや、そんなん分かってるからすいませんね、みたいなくらいで終わる気がする。まあ、まだそういう目にあったことないか分かんないけど。傷つくことはないんじゃないかなって勝手に思ってます。分かってるけど電車間に合わなかったんだよみたいなそういう気持ちでいそうで、はい、帯はね、もういつも通りで行きます。時間ないんで袋帯、そう、シャレ袋で行こうと思うんですよ。シャレ袋はまあなんとかなるでしょうっていう、一応やり方は頭の中に入ってるので、銀座結びとかじゃなければできるはずなんですよね。普通のお太鼓はできるから、袋帯もね、先にタレを決めてコの字に折るだけみたいな、そういう違いなので、で別にね、付け下げを切ってるからといって半幅帯の結び方をなんか可愛いのに二筋太鼓とかなんかそういうおしゃれなのにするというわけでもなく、普通にあの字にするっていうね、そういうところの意識低いですからね、すいませんって感じ。はい。で、ああ可愛いな。でもこの帯とこの着物の全体のトーンが合ってる感じ、すごくいいと思ってます、個人的に。で、この長襦袢をできるだけこの首から外しておいた方が多分着崩れはしにくいんだよな。よし。で、帯締めは、どうしよっかな。早速この真田紐の焼け紫じゃない、古代紫かなをちょっと締めていこうかなと思います。これ確かね、まだ締めてないんですよ、動画で。で、ちょっとやっぱりね、着物の雪が短いね。長襦袢が出てくる。ちょっと着物をね応急処置として引っ張っといて、多分本番着る着物の方は雪は大丈夫だと思うので、確かに大丈夫だったはず。ちゃんと覚えてないけど、この子ね、
いや本当可愛いからちゃんと直してあげたいな。買った時にね、家に届いて開けてみたら、すっごいなんていうの、あのツンとした防虫剤の匂いだと思うんですけど、なんていうの、墨汁をなんか強烈にした匂いって言ったらいいのかな、それがすっごいついてて、だいぶね、あの外に干したり家の中に干したりして匂いは取れたんですけど、これ多分ね湿度が上がるとすっごい臭くなるタイプだと思ってるんですよ。だから例えば本当にこの時期でもあの汗とかかくと最悪だと思うので気をつけていきたいと思います。よし、で、あ、合うね、ちょっと渋くしすぎたかな、まあいいんです、今日はね仕事なので。いや可愛いな、可愛いよすごく。よいしょ、ちょっとね、こんな感じで。あとね、そうだ、絹の二部紐か、真田紐を買って今帯締めとして使ってるんですけど、一点言っとくべきことがあるとしたら、あの平組の帯締めと真田紐どこが一番違うかっていうところなんですけど、やっぱりこの紐自体の厚みがね違います、違いますっていうか、あのサラダ紐って別に帯締めにすることを前提で作られてるわけじゃないから、普通に本当に平たい紐なんですよね。それでもあの袋状に輪っかに折ってあるので、結構あのただの紐じゃなくてしっかり厚みのある紐ではあるんですけど、ただね帯締めとして作られたものに比べたらやっぱ薄いです。で薄いとどうなるかっていうと、この結び目ですよね、見えるかな、結び目がまあなんか潰れやすくなる感じ、そこが普通の帯締めとちょっと違ってくる点かなと思います。そうなので、だからあの帯留め用として主に使われてるんだなっていうことを思いましたねけど私はもうこれでもうねすごくいいと思ってるので、これでいきますけどねっていう感じ。あ、やっぱちょっと雪短いね、もうちょいこのね襟の折り曲げをあの伸ばすことによって雪を稼げないかっていうのをやってるんですけど、よいしょ、あとはもうちょっと半襟出せばよかったかな。今日はまあ一応本番の前の練習っていうので、よいしょ、来てみたのでこんなもんですけどね。よいしょ、で最後にちょっと長襦袢を引っ張っといて、まあこういうね小手先の動作っていうのはどうせすぐに元に戻っちゃうんですけどね、ちょっと歩いたりしたら。ただまあやるよりはやらないよりはやった方がマシかなと思うので、これでね行こうと思います。はい、いや可愛い可愛い、千鳥のほらここにね1羽飛んでるでしょ、裾の方にね、あ最初見せればよかったな、ちょっと待って、大丈夫かな、映しちゃいけないものが映ってないか、よいしょ、映るかな、これでどうでしょう、映りますかね、ほらここに1羽2羽、あ見えない、3羽上の方にもいるんですけど、こういうね裾模様になっててほんと可愛い可愛い、そういう付け下げなんです。よいしょ、はい、というわけでぼちぼち仕事に行ってこようかなと思います。やっぱねちょっと雪短いね、まあ、これは直すとしたらおい直すとして、今日はどうすっかな、寒いかな、外この男物の羽織でこの袖口のね雪の違いを丸ごと隠してしまう作戦で行こうと思います。羽織はね家の中でも脱がなくていいとされてるので、ほらこうすればこうすれば大丈夫だと思う。仕事行きます。そうね、明日も当日本当にもし着替えが間に合わないとか帯ができないってなったらマジで羽織でごまかしていこうと思います。こんな感じね、はい、よし、いい感じじゃない、なんかなんていうの、ちょっと色
くすんだような感じの全体的なトーンに黒いジャケットみたいな感じで羽織着たら仕事っぽくなったね。はい、というわけで行っていこうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。